はい、どうも、こんにちは。こんばんは。ラウンズでございます。今日ですね、先日、こちら、真っ白いこの箱でございます。これはですね、メンズベーシックだったかな？Mズベーシックだったかな？っていう、多分最近なんかアマゾンブランド的な感じだと思うんですけど、Mズベーシックから出てる IPF のこの T10。というやつね。T10 といえば、今この車内で言うと、ルームランプがあって、ルームランプの、運転席と助手席を照らす用のがこういう T10 だったりするんですよね。で、T10 はまあ、ちょっと前に、これ買ってるんですよ。これも150ルーメンぐらいかな。でもこれ3000円ぐらいしてますから、結構高いやつ。これも IPF じゃなかったかな。で、これが130ルーメン。だから20ルーメンのこの差しかないんだけど、これは価格的に1500円ぐらい。今これ150ルーメンで3000円ぐらいしたはずなんで、結構倍ぐらい高いというやつなんですよね。今つけてるの。でもこれって安いじゃないですか。で、これを今回ちょっと取り付けてみて、いや、本当そんなに明るいのかなと。まあ、メーカーは、IPF ね、っていうメーカーなので、もうブランドはブランドじゃないですか。うん。とりあえず中身としてはもうこれだけ。T10 の本体が2つ。で、もうこの箱といった感じで、これだけみたいな。大丈夫？何も入ってない。もう本当に何も入ってない。まあ、なんか変な黒いケースっていうの。ああ、説明書入ってる。説明書はもうそのまんまですね。LED、バルブ、取扱説明書、ポジション用ということで、これだけですね。で、値段が本当、普通の IPF を買うよりも半額で、130ルーメンぐらい明るいなら、めっちゃこっちお得じゃないですか。だから今後これを買っていくシリーズになるのかな。なんか IPF と、なんかもう一個あったんだね。ピアじゃなかったけど、なんだかな。レイブリックって今あるのかな。わかんないけど。なんかね、他にもなんか、もう一個 IPF 以外にもなんかあったんですよ。で、それも今度はちょっと買ってみたいなと思います。で、今回これ取り付けるのは、どこにしようかなっていうところで、やっぱね、普段乗ってて使うところといえば、もうドアなんですよね。使うところとか、まあ、つけて、ちょっと変えたいなって思ってたらドア。もうここは変えてるし、ルームランプも先日ね、こう変えてるんで、今ちょっと切ってますけど、明るすぎる。このカメラのレンズが明るいせいもあるけど、で、ライトもここから照明当ててるのもあるんだけど、これ全部つけちゃうと、こうやってもう顔が白飛びしちゃう。これルームランプね。今はつけてるのは運転席と助手席の方をつけてる。助手席を消しちゃうと、こう後ろはちょっと暗くなって、なんか、ね、こっちの照明の影が後ろに出るのがちょっと嫌なんで、こうやって、まぁ、ちょっとあんまり出にくいように、やってます。で、実際のこの車のポジションランプももうすでに交換してるんですよ。あれも130だったか150だったか。150なかったな。150、150つけてるのか多分。で、今ちょっと乗り降りして気になるのはやっぱドアですね。T10 っていろんなところに使われてるんで、後ろのここね、これに見えてると思うんですけど、ここのルームランプのこの照明も T10 だったはず。結構いろんなところに使われてるんですよ。で、やっぱこのドアね、まあ常にやっぱ乗り降りするっていうのもあるし、やっぱね運転席と、まあ乗っても助手席じゃないですか。だからちょっとせっかくのこう変えようと。めっちゃ暗いんですよこれ。今ね閉まってる状態からこう開けてポッとやると、まあ今一瞬明るくなったけど、まあ肉眼で見るとどうかな。もうちょっと暗いかな。うん。結構ね、やっぱこの、なんだろう。なんとかバルブね。まだハロゲンっていうと怒られちゃうくらいだけど、なんとかバルブ、フィラメントだったか忘れたけど、まあ、色的にもちょっとあれだし、ちょっとこれカメラが明るいんで、ちょっと補正ですごくこう、なんか明るく見えるっちゃ見えるんだけど、うん、暗いんだよね。もちろん助手席とか後ろ席もあるんだけど、とりあえずこの運転席と助手席を変えてみようかなと思います。ここをね、変えるのもね、すごく簡単。マイナスドライバーがあったら楽だけど、今日ちょっと持ってきてないんで、多分手で取れると思うんですよね、こうガチャってやったら。ということで、ちょっとね、外していきたいと思います。はい、ということで、これ今ね、取り付けてる状態なんですけど、これね、多分ね、普通マイナスかなんかこう刺してやるんじゃないかな。わかんないけど。ここのドアって結構取れたりするんですよね。なんか、はまってるだけで。あ、いけるんじゃない？あ、取れたわ。はい。こんな感じでついてます。T10 なのかな？
若干違う、いや T10 かな、ちょっと外してみましょうか。ここの多分部分、これ多分外せるでしょう。ということで、ここのソケットの部分、これがこう押せるんで、押して抜くとこんな感じで簡単に抜けますと、はい、ということでちょっとこれ見てみましょうか。はい、というわけでこんな感じでございます。意外と手で簡単に抜ける。結構ね、ここのドアのとこはね、抜けるやつと、まあ、抜けないやつとあったりするんですけど、これ意外と抜けましたね。抜けなかったら動画ボツになってたけど、この時点で終わりみたいな。はい。で、ちょっとね、これ、カバーが、なんかこう、外れるのかな？あ、そういうことか。はい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 。なんかこういうね、カバーがついてる。まだ硬いな。ん？どういうこと？ああ、はいはいはい。こういう感じね。ここに爪のフックがあるんですよ。両側にね。こっちとこっちにあると。こっちが先端側っていうのかな。こっちがソケットの刺す側、短い方ね。これはこうガサッと上から被さってたといった感じです。そしてこれで、電球っていうのかな。玉が取れるようになると。はい、これは簡単に取れるね。取れる取れる。はい、取れました。でね、この T10 が取れました。一応メーカーとしては東芝って書いてあるね。うん、多分一回も変えてないのかな、わかんないけど。これをこちらに差し替えて、どれぐらい明るくなるのか、ちょっと見てみたいと思います。まあ、交換パッパッとするだけなら、意外と簡単なんだね。ムーブはドアにライトがなかったのかな？ちょっと覚えてないね。ちょっと覚えてない。これがね、ややこしいな。一旦ソケットを刺す。ああ、これそういうことか。これ金具が見えるじゃないですか。この金具に電気が通ってるんだね。この金具のここに、この電極のこの部分を刺すって感じなんだよ、これ。こういう感じね。こういう感じでグッと刺すと。こういう感じなんだ。で、一応これ点灯テストね。ちょっと点灯テストします。あ、ついたついた。ついた、つきました。ということで今ね、テスト、ちょっとやってテスト OK なんで、これでカバーをここにはめていくっていうのかな。短い方さっきはめんのかな。なんかね、はめづらい。うん、入った入った。入りました。はい、ということで元に戻していきたいと思います。では、ソケットを刺しましょうか。ソケットを片手でいけるかな。うふ、いった。うわ、まぶしい。眩しい。全然違うわ。これどう向き合ってんだろう。あ、これ横か。横のこの爪があるんですよ、ここに。親指のところにね。片方爪かな？これ、今見える？ほら。ここ。ここにこう爪があるんで、多分こっちから引っ掛けて、こう入れるのが正解なのかな。よっしゃ、いった。はい。ということで、ちょっと今照明当ててるんで、ちょっと切りましょうか。もう全然違うな。違いますね。ちょっと車内とかでも切らんとわかんないか。というわけで、今ね、こうやってドアを開けた状態で照明とか結構いろいろ切ったんですけど、こんな感じで、結構明るいね、やっぱ。うん。どれぐらい明るいかっていうと、これ後ろをね、こう開けたらわかると思うんですけど、うん。色合いが全然違う。うん。明るくなったっちゃ明るくなったかな。あ、違うな。全然違うわ。うん。色がね、やっぱ見やすいよ。これはこれで、うん。色合いはね、ちょっとこう、雰囲気は出てるかな。いや、やっぱこっちだね。こうやって比べてほんと分かりやすいよね。明るさとして、なんかこっちはね、こっち向けるとカメラがちょっと明るく調整しちゃうんですけど、肉眼だともうちょっと暗いです。もうちょっと暗い。で、こっちは、うん、まあ肉眼に近いかな。っていうぐらいかな。うん。大体ですけど。だからこう、後ろを乗ろうとした時にこのぐらいの明るさに対して、今運転席こんな明るいんで、すごくこの辺がね、こう見やすくなったなっていう感じです。全然違うよね。なんか新しい車にちょっと生まれ変わったかなまではないけど、明るい明るい。全然明るいわ。だからそうドアを閉めて、ひょっとしたらこんな感じだよね。めっちゃ真っ暗。めっちゃ真っ暗。言いましょうか。じゃあ乗りましょうと。はい。こういう感じの明るさになると。全然違うね。うん。今までほんと暗かったもん。ちょっと暗いけど、これ、後ろ席見えるかな？ギリギリ。行きましょう。うん。
こっちはちょっとカメラが明るくしちゃうんで、ちょっと正確ではないですけど、肉眼の2倍まではないけど、結構明るくなってます、こっちは。手軽にね、まあ変えれるんで、まあいいんじゃないかなということで、ちょっとね、助手席の方もパパッと行きたいと思います。はい、というわけで、交換したので、ちょっと開けてみたいと思います。おぉ、だいぶ違うね。5倍ぐらい明るいのかな、まあ、色も白くなったっていうのもあるけど、5倍ぐらい明るくなった気がする。こういったら乗り降りするときにこの辺がね、見やすいかなと、この周りね、がすごく見やすくなったかなと、はい、思います。ただね、正直なとこ言うと130はちょっとあるかなっていう、まあ、わかんない、ちょっとね、このなんだろう、ギザギザのこう模様が入ってるんで、ちょっとそれで光が散ってるせいかちょっとわかんないけど、ちょっとなんか、130にしたら若干暗い気がしなくもない。まあ今上につけてるのが150だから、ルームランプね、さっきのルームランプが150だから、ちょっとなんか、130なのかなっていうぐらい、暗く感じなくもない。ちなみに、助手席の後ろね。助手席の後ろ、はい、黄色ですね黄色ですね、白い、こうやって見ると、あれだな、なんだろう、この色ってなんか明るく見えちゃうよね、カメラだと。肉眼だと本当まだ暗いです。半分の明かりもあるかどうかなんだけど、ね、なんかそのカメラのあれのせいかわかんないけど、こっちはまあまあ、本当見た目通りというか、肉眼で見てると変わらないぐらい。なんだろう、このオレンジ色はよくわかんないけど、なんかカメラだとちょっと明るくなってるような気がしますね。はい、ということで交換終了でございます。はい、というわけで、まあ実際にね、このちょっと怪しい IPF のこの T10 のやつに交換してみました。消費電力的にも 1.15W とかで、 T10 の 12V 1.15W ということで、普通にその IPF で売ってるやつとワット数も一緒だし、ケルビン数も一緒っていう感じなんだけど、なんかね、ちょっと130にしてはちょっと暗い気がする。気のせいじゃなければね、気のせいかもしれない。ここにつけてるのが IPF の150なんで、こう見てるとなんかめっちゃ明るいんですよね。でもなんかドアにつけると、なんかね、気のせいかわかんないけど、少しね、暗いんです。同じワット数で、まあ、この、なんだろう、エムズベーシックっていうのかな？ IPF 株式会社って書いてますけど、まあ、このメーカーが、ちゃんとしたメーカー作ってるので、まあ、安心して使えるかなと。で、明るさも、まあ、ちゃんとこう、なんだろう、白くて明るい。6500かな？ 6000 ケルビンぐらいかもしれない。そこまで青白くはないのかなと、思います。こっちが6000。これも6500だったかな。色的には、あんま変わんないかな。6500ケルビンって書いてあったら、まあ、もしかしたら6000ケルビンぐらいかもしれないです。多分価格が安いですよ。価格がね。で、これだって、もっと3000ぐらい。150ルーメンだったら3000超えるぐらいじゃないかな。でもこれ1500円なんで、そう考えると、なんかめちゃくちゃ安いなって思います。というわけで、まあ、ちょっとね、ちゃんとした、こう、ブランド。M2 ベーシックとはいえ、ちゃんと IPF の、電球というかな、LED でしたし、1500円という安い価格だったので、もうおすすめはできるかなと思います。はい。そんな感じで、概要欄の方に、Amazon のリンク貼っておくんで、よかったら見てみてください。はい。ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。